雨にも曲げね、風にも曲げね、意義にも、なずのあずいのにも曲げね、丈夫な体持ってで、欲はかがねで、決しておごんねで、いずも静かに笑ってる。一日に玄米四合と味噌とちっとの野菜食って、どんなことでも自分を感情に入れねで、よく見で聞いて分かって、そんで忘れね。のっぱらの松林の陰のちっちゃいかやぶきの小野菜で、東に病気のガキめいだら行ってせやしてやって、西に怖くなったおっかいだら行ってその稲の束ぶって、南におっちにそうなしといたら行っておっかながんなくてもいがっぺーっつって、北に喧嘩やごだごだあったら百もしねがらやんなっつって、全然雨ふんねときはないで、こっつぁみなずはおろおろあるって、みんならにデレスケーって呼ばれて、褒めらんねえけどやがられもしねえで、そういう人に俺はなりでどな。欲はかかねえ、決しておごんねえで、傷も静かに笑ってる。消え一日に玄米四の後は見せた、ちっとの野菜食って、どんなことでも自分を感情に入れねえで、よく見で聞いで分かってる、そんで忘れねえ。のっぱらの松林の陰のちっちゃいかやぶきの小屋さいて、東に病気のガキめいたら行ってせやしてやって、西に怖くなったおっかいなら行って、その稲の束をぶって、南におっちにそうの一人なら行って、おっかながんなくても苦がってつして、人に喧嘩やごだごだあったら百もしてからやんねえ方がいいぞっつって、全然雨降んねときはないで、こっさみんなずをおろおろあるって、みんなにデレスケって呼ばれて、褒めらんねえけどやがられもしねえで、さあ一緒に俺はなりてどな。ひえ雨にも負けて、風にも負けて、息にもなす、暑いのにも負けて、負けねえぞ雨にも負けて、風にも負けて、息にもなす、暑いのにも負けて、雨にも負けて、風にも負けて、息にもなす、暑いのにも負けて、雨にも負けて、風にも負けて、息にもなす、暑いのにも負けて、イエーイ、桜祭り盛り上がってますか、はい、皆さんはじめまして、こんにちは。リベラッパーです。そして隣は MC あよほと申します。よろしくお願いします。 MC あよほね、よろしくお願いします。はい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 、リベラッパーのね、今日デビューライブなんですけど、さっきまで天気だったのがね、こんななんか雲行き怪しくなっちゃって、まさに雨にも紛れって感じでね、皆さん途中で考えてください、雨降ってもね、最後までやりますからね。はい、よろしくお願いします。はいはいはい、で今日はですね、先にちょっと忘れないように宣伝しようかな。イバラッパーの CD 持ってます。でライブの後にあのサイン会とか握手会もやりますんで、はい、イバラッパー01道楽会放送場所は、17番テント、セカンドステージさんのテントで、はいはい、CD 販売、ビールとかチュロス売ってるね、はい、あの美味しいお店セカンドステージさんのテントの前で、はい、ライブの後にね、CD 販売、サイン、握手、まあ何でもやりますんで、求められればね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次の曲いきますかね。はい、はい、次はね、私実は茨城は常総市の出身なんです。常総市隣、はい、皆さん分かりますよね、常総行ったことある人、
はいはいはい、もちろんね行ったことあると思います。で、まあ実質的なデビューアルバムとはデビュー曲というかね、あの YouTube に動画をアップして、話題になった曲っていうのがありましてね、これがあの上層っていう曲になります。次はその上層を聴いていただこうと思います。それではお願いします。